チャクラが指紋の点結に向かっているな。 第八指紋、今こそ甲斐八王天皇の陣。自分の大切なものを死んでも守り抜く時。甲斐、お前本当になんてことを。赤い蒸気、 八門全開寺特有の血の蒸気というやつか。だがこうやって見ると、なんだろうな、まるで秋に散り朽ちる枯れ葉色、落ち葉のようよ。確かにそうだ。だがただ朽ちて落ちるわけではない。それは新たな青葉の養分となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな春へとつなげる時こそが 青葉が芽吹く新たな春へとつなげる時こそが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 青葉が芽吹く新
爸爸。第八，子门，现在就是开八门遁甲之阵，就算必须牺牲自己，也要保护最重要的事物。王凯，你真的打算？为什么要做这样的决定？红色的蒸汽，难道这就是八门全开的时候特有的血蒸汽吗？哼，不过似乎也不是什么了不起的招式，看起来就像秋天逐渐枯萎凋零的落叶一样。确实是这样没错，但是叶子并不是只会枯萎飘落而已。嗯，它还会转化成新生绿叶生长的养分，而且当绿叶萌芽延续到新春来到的时候，就是青春的最高潮，燃烧最炽烈的当下。